はい、ダンロップスポーツマーケティング上条です。よろしくお願いします。ダンロップスポーツマーケティングバブラ企画大塚です。よろしくお願いします。はい、お次はこれです。 G です。 G、 はい、まあ、ピュアアイロン今年出まして、まあ、かなり人気にはなってですね、うん、いろんな選手とかいろんな方々から好評いただいてたんですけれども、実は同じデザインなんだけどもう一機種あるんですね、うん、でこれはアエロ G というモデルで、うん、アエロ形状を持ってるんですけれども、ウーファーもついてるんですけど、今現在のウーファーはインサイドウーファーという形で、うん、フラット外から見るとフラットの感じになるんですけど、これはもうオリジナルウーファーがついてる形で、非常にボールホールドもしますし飛んでくれるしという、うん、まあ、そういうラケットなんですね。すごいオーソドックスな。そうなんです、うん、で、まあ感覚的に言うとですね、打った方言われるのは昔の白黄色の頃ぐらいの感じだねと。まあ、これは時代によってカーボンが少しずつ変わってくるので、逆に言うと当時トップだったカーボンは今少し安くなってるという、うん、まあ、それを搭載することができるということもあって、2万3000円定価のラケットですけれども、かなり仕上がりはいいです、うん、はい、まあ、前作というかドライブ G も1回撮らせていただきましたけど、非常に完成度が高かったですね、はい、十分でしたよね。そうですね、十分十分でした、十分でした、はい。どういう人に使っていただきたいかというところなんですけれども、うん、ジュニアのラケット卒業されたばっかりのお子様であったりとか、まあ、これから中学でテニスが始まる時代がもうすぐ来ると思うんですけれども、うん、そういった始めたばっかりの方、うんうんうん、本当に初めてやるんだったら、まあ、一番買いやすくて、うん、でなおかつ、まあ、使いやすくて、うん、ちゃんとしたものをちゃんと最初から使っていくという、うん、まあ、そういうところではぴったりラケットなんですね。うん、まあ、これ G のシリーズ一押ししてるところが102インチ、はい、絶妙なフェイスサイズにあると思うんですけど、はい、フェイスのやっぱサイズのパワーアップっていうところも同時に見込めるし、はい、まあ、何よりナダル選手と同じようなデザインで触れるっていう、まあ、優越感というか、ね、喜び、そこもあると思うので、無理して、ね、背伸びして最初は買っていただけるのも嬉しいんですけど、うん、でもやっぱりコートで楽しんでいただくということが大事なので、うん、あとは、まあ、もう思いのやらまあ、コミュニティ的にはもうゆっくり楽しみたいテニス、そういう方も、まあ、ターゲットとしてもあるかなと、うん、はい、思います。やっぱこのアエロのこの形状、アイロって今もうピュアドライブとピュアアイロって一人歩きしてると思うんですけど、やっぱここの三角形の形状かなり効いてくるんですね。効、はい、いてきますね。ほんとね、最初一番最初の、まあ、ちょっとアイロの話になっちゃいますけど、おー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 、ブーメランで、そうですね、でその後ここに変わって、うん、みんな高がこんだけって言ったんですけど、うん、やはり今スピン系ラケットというその先導はしてますけれども、うん、後からついてくる人たちもやっぱりここ形が変わっていってるのも事実なので、うん、まあ、たったこれだけなんですけども、うん、変わってはくると思いますね、はい、物理的にこうどういう変化が、そうですね、やっぱりその手元の空気抵抗っていう初動の最初の部分っていうのが少ないっていうだけで、うん、まあ、かなり違うという、まあ、それはあるので、うん、まあ、正直1本目のラケットでね、スピンが打てるのかって言われると、それはまたちょっと変わってくるかもしれないんですけど、うん、まあ、実際に打っていただいて、うん、試していただければ、この良さを感じていただけるのかなと、うん、はい、思います。まあ、4月から部活入って、やるぞっていうことですね。ね、まあ、ソフトテニス上がりで、重いラケットちょっとなとか、スイングスピードあって、回転かけですね、ソフトテニスから公式に来る方って、うん、よく店頭で会ったりとか、うんうんうん、いろいろコミュニケーションさせていただくことあるんですけど、うん、僕大体アイロスなんですよ、うんうんうん、どうしてもやっぱりスイング軌道がソフトって少し違いますので、うん、でいて空気抵抗少ないのもあるので、うん、特にソフトから公式にデビューする方なんか、うんうん、アイロジアあれだと、うん、ぜひですね、